武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は近畿大学医学部の生物の勉強について話していきたいと思います。生物ですが、理科2科目で時間120分となっており、大問が4題出題されております。で、この大問4題なんですが、構成としては答え、記述と論述中心ですね、の形となっておりまして、論述はですね、字数が数十字程度で終わる短いものもあれば100字を超えるものも出ることがあり、これは年度によって結構変わっていくような形ですね。ただ論述の問題数自体は割と多いので、論述の対策はやっておく必要があります。なので、知識の記述と論述どちらもいるので、できれば国公立標準問題集、キャンパスなどを使って標準的な問題を論述で対応できるようにしておいた方がいいでしょう。で、論述だけじゃなく、図を書くような問題も出てきたりはしますので、記述力は全体的に鍛え上げておいた方がいいかとは思います。で、問題の難易度に関して言うと、論述を書かなきゃいけないってことを含めると時間の余裕が正直なく、で、実験考察で読み取って考えなきゃいけないことのもあるので、そのいかにその解けそうな問題を時間かけずにやりきってじっくり考える問題に時間を使えるかっていうところが重要になってくるかと思います。全部の問題に対して等しく時間をかけることっていうのはできないので、解けそうなものをできるだけ早く解くという意識を持って学習していくこと、それができないとなかなかその回答がですね、間に合い切らないかと思いますが、理科2個ありますので、他の理科も正直時間に余裕があるものっていうのはなかなか厳しいかなと思いますので、どれもやはり時間で追いやられる可能性が高いので、スピードを意識して入試の時間内に解けそうな問題にちゃんと時間を使って、厳しそうな問題は合格点を取れる範囲ですね、捨てて、トータルで一番点が取れる解き方を、できるように心がけてください。以上が、生物の勉強となります。